そう、あの人たちどこまで追ってくるんだ。やっと追い詰めたぞ、マッシー。なんで僕のことをそんなに追ってくるんですか？それは簡単なことだ。お前が線なしであることを隠して今まで生きていたからだ。そんなことで？そんなこと？線を書くことで線なしを隠すのは重罪だぞ。ということでマッシュバーンデッド、お前は逮捕だ。それ以上近づいてくるなら殴りますよ。ほう、こいつがどうなってもいいのかな。それはシュークリーム。さ、こいつを潰されたくなければおとなしく捕まるんだな。わかりました。はい、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 チート、ギフト、アロマゾーンって、ちょ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 ちライバル口を揃えて、おーい、口を揃えて、バケ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 、マジでこれは全部のまみれ、プンプン。ちょ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 、もうちょっと編集してるから静かにしてって。ちょっとさ、もう編集なんかやめて早くマッシュの続き見ようよ。いやいや、編集するんだって。明日の動画がないんだよ、今編集しないと。でも俺たちファンが応援しないとマッシュ打ち切りになっちゃうよ。いや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 、あんな人気アニメ打ち切りになるわけないだろ、俺らが見ないだけで。いやいや、何があるかわかんないだろ。ねえ、見るべきだよ。大変大変大変よ。ん？あ、何の声？何？え？誰誰誰？何？誰？うわー！え？待って、この人知ってる。この人誰だよ。ちょっと前の動画で俺たちのことをマッシュとワンパンマンの世界に転生させたアニメの天使だ。おお、え、確かに。そうよ、私はアニメの天使よ。よく覚えてくれてたわね。いや、なんで来てんだよ。まさかと思うけど、マッシュルが打ち切りになったことを言い伝えに来たとか。いや、そんなことないでしょ。そう、マッシュル打ち切りの危機なの。うわ、そうだった、本当に。ほら、ほら、言ったじゃん。どういうこと？何があったの？実は、マッシュ君が魔法局に捕まってしまって、3日後には死刑になってしまうんです。死刑？それでアニメ打ち切りに？でも、ウォールバーグさんとかさ、マッシュ君の仲間とかは守ってあげれなかったの？それが、まだ出会う前、アニメが始まる前の話で。アニメが始まる前？だから、誰かが助けないとアニメが始まらなかったことになってしまうんです。え？お願いです、マッシュルの世界に行ってマッシュ君を助けてください。はい、行きます。はい、行きます。で、え、ケアタロ行くの？当たり前だろ、俺たちが助けないとマッシュルが始まらなくなっちゃうんだぞ。まあ確かにマッシュル見れないのは寂しいけど。どうかお願いします。あー、じゃあ分かったよ。よし、ケアタロ助けに行こうか。そんなことちゃー。どうも、好きなキャラはオールバーグ、ケナスエでーす。弟のマカロンが好きなケンナタロウでーす。マカロンが好きなんだ。ということでね、大変なことが起きてしまいました。なんとマッシュ君が魔法局に逮捕されて3日後に死刑になってしまうみたいです。みんな大好きなアニメマッシュのためにも俺たち頑張るので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ケナスユチャンネル。じゃあ早速お兄ちゃん、はい、行こう、マッシュの世界に。そうだね。じゃあ天使さん、お願いします。飛ばしてください。アニメにめーって。おーおー、光った。おーおー、ついたついたついたかな。はい、ここがマッシュ君が捕まっている魔法局の刑務所です。おー、これか。ヤドロ見て、すげえ立派な刑務所だ。結構厳重そうだね。どうやって助けようか今回。それなのだけど、この刑務所の中にリコールという伝説の魔法があるわ。リコール？そんなの初めて聞いたけど、マッシュルの世界で聞いたことないよね。いや、そんな魔法聞いたことないけどな。この魔法があれば、どこでも好きな場所に一度だけテレポートすることができるわ。どこでも好きな場所にテレポート？だから、俺たちが刑務所内にあるリコールを手に入れて、マッシュ君に出会って3人でリコールして外に出ればいいってことじゃない？ああ、そういうこと。てか、でもマッシュ君ぐらいだったらこんな刑務所さ、ワンパンで破壊できそうだけどな。なんで抜け出せれないんだろうね。何か特別な事情があるんだよ。そうなのかな。じゃないと動画にならないだろ。そうだね、確かに特別な事情があるんだよきっと。じゃあ私はマッシュ君のおじいちゃんの家で待ってるわね。おじいちゃんの家で、なんで？だから俺たちがリコールでおじいちゃんの家に行くってことでしょ。あ、そういうことか。ん？ちょちょ、え、ちょ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 、よいしょよいしょって、え、なんか、え、キャット天使がなんか TNT 置いてるって。それじゃ、頑張ってね。頑張ってねってなんで？ちょ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 、なんで？爆発、やばい、隠れて隠れて隠れて。わわ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 わ
なんだこの声。おお、後ろ来たろ。今の爆発はお前たちか。ここで何をしてるんだ。いや、これはそのね。違う、なんか天使が、天使が、天使が来てね、TNT で。天使がね、天使。天使、何をふざけたことを言ってるんだ。言い訳は署で聞こうか。え、捕まった。俺は捕まんの。こうやって一回中に入れさせる天使の作戦かよ。そういう作戦なの。あのバカ野郎、逃げろ。一回逃げろ。おい、おい、やばい、キャスト魔法、魔法。あ、お前もだ。じゃあ僕はついてきます、おとなしく。あー、お兄ちゃん。お、キヨ太郎、捕まりました。捕まりましたじゃねえよ。お前逃げるなよ。ここ何なんだろう。おお、来た、さっきの人だ。あいつだ。お前たち目が覚めたようだな。まったく、刑務所の前で爆発を起こすなんて前代未聞だぞ。いやいや、俺たちじゃ、俺たちじゃないんだよ。ないんだけど、天使が。まあでも信じてもらえるわけないよね。そうだね。まあいい、それじゃあ今からこの刑務所のルールを説明するぞ。ちょっと喋りづらいから出てきてもらおう。はい。あ、出てきていいんだ。出てきていいんだ。ゆるいな。それじゃあ、おい、しゅしゅ、キャタ、逃げようとするな、逃げようと。おい、しゅ、なんでなんで、冗談ですよ、冗談じゃないですか。お前バカ、相手は魔法使うんだぞ。まずルールを説明するからな。ルール、はい。刑務作業の時間、睡眠の時間になったら館内放送が入る。館内放送が入ったら10分以内に牢屋に戻ってもらうからな。じゃあそれ以外の時間は外行ってってこと。なんじゃない。そうだ、それ以外の時間は基本自由にしてていい。そうなんだ、うん、まあ入っちゃいけないところはな、危険と書いてあるから入らないように。はい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 、はい、わかりました。それと監獄内での魔法の使用は禁止されている。本当ですか。使いたい魔法たくさんあったのに。くそー。使えないだろお前、俺ら使えねえだろ。言うな、お前、俺たちてか顔に来てないけど大丈夫なのかな。まあこの監獄に入ってる時点でアウトだよ。もう他に何か質問はあるか。あ、そうだそうだ、この監獄にマッシュボーンデッドという人はいますか。知り合いではないですけど聞き方不自然だな。マッシュバーンデッドか、はい、あいつは今地下深くの独房に捕らえられている。地下深く。あいつは線なしを隠してた滞在人だからな、絶対に出れないような細工が仕掛けられている。ですよね、俺もあいつだけは許せないと思ってます地下深くの独房ですね。なんかどっち側とかってありますか。めっちゃ聞くじゃん、大丈夫かな。なんだ、あ、違う違う、ドット違う、ドットくんが好きって言ったんですよもう彼氏さん、もう。まあいい、他に質問はないな。はい、それじゃあ刑務作業の時間まで自由に過ごしてくれ。おー、行っちゃった。刑務所は刑務所って言っても自由なんだね、中では結構。まあどうせあれじゃない、俺たちが線なしだからさ、魔法も使えないし脱獄とかもできないってバカにされてるんだろ。バカにされてんの。まあとりあえずちょっと自由みたいだからさ、助けに行かないとね。そうだね、ちょっと情報を集めるためにこの監獄回ってみるか。ちょっと待ちなさい。ん、ちょっと二人ともこっちこっち。おお、天使出てきた。バカや、ごめん、私の手違いで二人とも魔法が使えない線なしになっちゃってた。いや確かに、ちょっと今からそうだね、線つけてあげるからちょっと待ってなさい。今から線つけてあげる。さすがアニメの天使だ。あー、くすぐたくすぐたいよ。くすぐたい。大丈夫、これマーカーペンで書いてるだけとか。おお、出た。え、キャタロ、日本線になった。やった日本線だ。すごい。え、お兄ちゃん、お兄ちゃんは。え、俺も。おお、え、何されてんだ。んうわ、お兄ちゃんは一本線だ。俺一本線。わあ、でも、うん、線ついた。え、とにかく自分たちの力だけで絶対にマッシュ君を取り返してきてね。じゃあ私はおじいちゃん家に帰るわ。なんでおじいちゃん家帰るんだろう毎回。ああ、消えてた。そんなさ、融通聞いてぴょんぴょん瞬間移動できるならマッシュ君連れて帰ればいいのに。そうだよ、あいつが助けろよ。まあいいや、とりあえず監獄回るとして。うん、どこ行く。まず目指すは食料庫だな。なんで、なんで食料庫なの、うん、腹が減った。腹が減ったんだ。いや、そんな時間ないから、うん、探すべきはマッシュ君。マッシュ君の独房とリコールっていう魔法だろ。でも腹は減っては魔法は出せぬって言うじゃん。いやいや、出し方わかんないじゃん、俺ら。うるさいぞ、早く行くぞ、ほら。確かに。はーい。まあもうなんか、俺でもね、自由に回っていいんだから全然怖くないよね。もう堂々と回れるよ。まあそうだね、堂々と。広くね、結構、やっぱ。独房、そうだね、やっぱり魔法局の刑務所だからライブでかい、あ、なんか書いてあるよ。刑務作業する場所だ。刑務作業、いや、めんどくさいからやめよう。刑務作業はめんどくさいからやめて。刑務作業を自由時間にするやついないって。ん、魔導書書庫。なんだこれ。待って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 。天使さんさ、リコールって魔法があるって言ってたじゃん。
言ってたね、リコール。つまり魔導書倉庫ってことは、リコールの魔導書があるってこと、この中に。でも入れないよ。あ、ほんとだ。他の場所と違ってボタンがないんだ。待って、お兄ちゃん、でも上見て、上。上どこ。あそこ穴開いてるからさ。あ、ほんとだ。あそこから中入れたりしないかな。あそこからか。まあでも高くないかな。入れそうだけど届かないでしょ。使うか。使う。何が始まんの。ハムストリング魔法。え、マッシュくんの技じゃん。超絶大ジャンプ。キャンセルチャンネル。ダメだ、いけないよ。どうすればいいんだ。じゃあ俺たちはそこまで届かないからな。こっちは、おお、ゲーム作業の時間出てきた。ゲーム作業の時間。あれは一旦の上に戻ろう。そうだそうだ、戻らないと。いやでもなんかなんとかしてあそこの上に登る手段があればね、いいんだけどね。確かにリコールできるよ。お、お前たちちゃんとローに戻ってるみたいだな。うわ、なんかでっかい。当たり前じゃないですか。もう自分の罪と向き合って模範囚として生きていきます。はい。お前らその格好。あ、これ服です。コスプレってやつか。コスプ、うん、コスプレです。コスプレというか、まあこれが普段の服なんで、さっきのあの水色の格好とか黄色い格好があれがコスプレで、こっちが普通なんで。あ、そうなのか。はい。まあ変な奴らだな。よし、まあいい、ゲーム作業の時間だ、出てこい。わあ、ゲーム作業か。案内してやるからな。わかりました。さっきの場所だね。なんかゲーム作業でなんか情報得られないかな。いい。なんかさ、ゲーム作業場とかにさ落ちてる箱とかをさ拾ってさ、うん、上に積み上げてあそこ入ってる。確かに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 。ここでやってもらうのは農業だ。はい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 。ここにアイテムが一式入ってるから、育てて右側のチェストに入れといてくれ。それだけだ。簡単だろ。はい、簡単ですね。でも与えられた仕事なので頑張ります。よし、その息だ。頼んだぞ。はーい。うん、締められちゃった。おいおいおい。じゃあ植えていくか。もうこんなゲーム作業ね、普段から動画でたくさん捕まってる俺からしたらもうちょちょいの注意だよ。ちょいのちょい。まあ慣れたもんだよね。だいたいこういうところでなんかねヒントとか見つかるんだけど、あったりするかな。なんかさ、地面とか掘ったらさ、地下に道があったりとかしないかな。ボコボコボコ壊していこうぜ。けど見て見て見て、ここあった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 。そして見て、なんか繋がってない？もうなんか道あるじゃん。行ってみる。ちょっと行ってみるわ。下を向いて。あ、行けた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 。泳ぎ泳ぎ泳ぎ。よしよし、なんか出たぞ。でも息続かない。よし。よし。なんか怪しい通路に来たよ。怪しい通路。なんかゴミ？下水道かなんかかな。ゴミ捨て場か。ゴミめっちゃ溜まってんね。ここになんかあんじゃない？めっちゃねー。ゴミしかないだろ、こんなとこ。この辺の樽にさ、ゴミに紛れてご飯とかないかな。あ、たった、なにこれ。古代写本。なんだこれ。俺のチェストに待ってよ。何があった。グレイブベアードタップ。え、杖？それ魔法の杖じゃない？それ魔法打てる。魔法出んだ、まさかこれ。これ古代の写本ってやつをさ、おお、ちょ、これ装備してみて。装備、はい。どう、聖剣あんた使える？使えたらなんか便利なんだけどな。なんかに使えたら。使えるって言われても、お兄ちゃんになんか撃ってみていいだろ。ええー、俺に？まあいいけど。チキンプイプイ倒せー。ほら、ちょ、浮いてる。うわ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 。待って、これ剣あんたのがやってんの？なんかこの杖でお兄ちゃんのことを浮かすことができたよ。冬魔法？冬魔法かなんか。テレキネシスってやつだ。え、待って、なになになに、びっくりした。これで俺がさ、お兄ちゃんのこと浮かせてさ、あの魔導書倉庫に入れるとかある？確かに入れるんじゃない、これ使えば。お兄ちゃん一歩前進だね。よし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 、どうする？戻る。どっから来たっけ？こっちなんもない。ん、なんかある。入るな、危険ってあるけど。これはなんか怪しくない？ちょっと入ってみる。ちょっといやなんか弓とかがあればね、これでパンって打って、なんかアイテムが出て、そこをアスレチックで超えていくみたいな感じでいけそうだけど。多分そういう感じなんじゃないかな。どうだろう。でも俺たち弓持ってないから難しいな。持ってないね。とりあえずここは一旦後回し。なんかありそうだけど奥。そうだね、一応こういう場所があるっていうのだけ覚えとこう。覚えとこう。とりあえず早く戻らないと、刑務作業に。戻る。そっちじゃない、そっちじゃない、こっち。やばい、収集の時間で出た。やばい、戻らないと。戻る。やばい。閉めるなって。閉めるなって。よしただいま。お願いした。危な、ナイス、キャンタロウ。お願いした。あ、大丈夫だった。やばい、全然入れてない。いや、すまんな、ちょっと全然入れてないぞ、俺が迎えに来るのが遅くなってな。ちょっと忘れてた。いやいや、見てください、もうこんな人参が育ちましたよ。いっぱい育ちましたね。おお、結構頑張ってくれたのか。はい、結構頑張りました。
やばい、全然似てないよ俺ら。減ってるような気がするんだけど。あー、いやこれはちょっと食べちゃいました。ねえギャン太郎、お腹空いてたから。ね、ほんと食べちゃったって最低ですよね。ギャン太郎が全部食べました。これ僕はしてません。お前か。あー、死ぬ、すいませんでした。よし、それじゃあ戻るぞ。もう、あんまり食いしん坊しな。あ、食べてください。食べてください。ムシムシ言ってました。食べてないですよ。別にダメージ食らったからってね。これ以上やると死んでしまうからな、あいつ。はい、戻りました。それじゃあ、今日はゆっくり休むように。よし、1日目もう終わったけど、これケナ太郎さ、バレてないよ。ケナ太郎が魔法をゲットしたこと。俺たちがゲットした情報は、魔導書倉庫の上に穴があること、そして俺たちは今このテレキネシスでお兄ちゃんを浮かすことができること。そう、そして地下にはちょっと謎の入ったらいけないって書かれたエリアがあること。この3つが1日目で得た情報だね。よし、この情報整理してちょっと2日目脱獄やっていこうか。そうだね、ちょっともう疲れたから今日は早めに寝ようかな。うん、おやすみー、ケナ太郎。寝るの早っ。